映画ペットが今日16日日本テレビ系金曜ロードショー午時10時54分で本編ノーカット放送される。今作はポップでキュートなキャラクターたちが大活躍し、たくさんの冒険が待ち受ける興奮と感動の物語。ニューヨークのマンハッタンとブルックリンを舞台に、飼い主のケイティ、声、佐藤しおりのことが大好きな小型犬のマックス、声、設楽満を主人公に、とある出来事から迷子になってしまったペットたちと、飼い主を失い都会で、野良暮らしをしている動物たちとの対決や、仲間たちとの友情を描く。宮野守、梶裕貴、沢城みゆき、山寺宏一など実力派声優陣に加え、主役の小型犬マックスと相棒の大型犬リュークに雰囲気がぴったりなバナナマン設楽、木村勇気、優しい飼い主ケイティには声からも優しさの伝わる佐藤、食いしん坊だけど姉を肌の猫クロエには長崎ひろみなどキャラクターにぴったりな俳優がキャスティングされている。また番組の後半にはドリームワークスアニメーションの短編作品ビルビーを日本初放送する。